はいどうも、AD 藤本です。先日ですね、初頭のイカルガぬくぬくライドという、渋谷サイクルのライドがありました。それで、ライド運営をしながら、合間でムービーを撮ってきて、ライド風景を少しでもお客様にお伝えできればなということで、編集してみました。ぜひね、この動画を見てまたこんな感じで旅したいなと思っていただけたら、嬉しく思います。ぜひ参考にしてみてください。ロードバイクとかけましてミュージシャンと説く、その心は。後半でではご覧ください。おはようございます。今日はシルベストサイクルのポタリングぬくぬくライドを紹介したいと思います。今日はぬくぬくライドでキャルカーさん申します。3人とも気合を入れてウェア新調してきました。これがやっぱり旅の安全を守って、結構法隆寺に到着。最高のチーム、ホリオンです。一番買ったらどれですかね。素敵な建物なんで、ぜひぜひ奈良に来たら行くところになると思います。親切に出してもらいました。いいですか。はい、以前にも来させていただいたんですけど、地酒の店で、奈良漬けが売ってます。海鮮天丼です。食べたいです。はい、はい、天ぷら量たっぷりのお店。ここで今降りて中に入ろうねっていうことで長時代かな。ですかね。すごい感動です。サイクリングで歴史を巡ってゲバゲバ現代版。自転車で巡るのは楽しいです。あら、楽しいですね。そうですね。そうもあってわー、絶妙な撮影スポットです。じゃん、大生地です。佐藤のお寺にやってきました。はい、石川君。佐藤始めました。ラストは昼クライムで締めてます。裏ぶどう坂登ってきました。こんなにお手前でブレーキは減速特進があるんですけど、特進道路結構進んでるんで、もう本当にゆっくり下ってもらいたいんで、基本的なことなんですけど、ありがとうございました。動画いかがだったでしょうか。あんな感じで、ロードバイクで旅したらすごく楽しいんで、ぜひ皆さん、してみてください。ロードバイクとかけましてミュージシャンと説く、その心はパンク
することもあるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録もぜひお願いします。で、チャンネル登録するメリットなんですけども、次回の動画を見逃さない、過去の動画も遡ってご覧になれます。で、またあのチャンネル登録数が増えれば AT 藤本もどんどんやる気がアップしていきますので、ぜひ登録してください。さよなら。